みなさんこんにちは。 CBB インターン生の勝山です。今日はひらがなの勉強を行います。私の後に続けて読んでください。はひふへほ。それではもう一度。はひふへほ。それでは一緒に書いてみましょう。はひふへほ。それでは問題です。これは何でしょう。は、これは何でしょう。ひ、これは何でしょう。ふ、これは何でしょう。へ、これは何でしょう。ほ。以上でひらがなの勉強を終わります。ありがとうございました。